なんか新しいのかなこれ。ギフト、キラキラーハート花束、ジージーありがとうございます。こんばんは、こんばんは。本当にシルクは寝てまーす。あ目覚ましたっぽい乙女も。ハートありがとうございます。寝起きの顔乙女かわいい。猫です。そう、今日はオンラインサイン手形抽選会の第2次の販売が先着だったんですけど、10時からさ、早い、結構な早い段階で完売でした。本当に皆さんありがとうございました。朝から本当に嬉しかったです。結構早かった。ありがとうございます。嬉しい、本当に。ありがとうございます。私が見た時はまだ手形がちょっとだけあったぐらいだったんですけど、ファンの方数人の方に全完売したよっていう報告をしてもらって気づきました。おはよう。嬉しいですね、ありがとうございます。でも今完売ですごく嬉しいんですけど、決済するまでちょっと油断はできないですよね。本当の全完売ではないのでね、ちょっと決済期間とかあんま言いたくはないんですけど、やっぱそれが最後のね、やるべきこと、最後のなんていうのちゃんと買ったよっていう報告なので、気をつけてください、期限があるので。確かなんかファンの方からの情報だと、コンビニ支払いとかなんかだと支払い期限が違うよって言われて、だから気をつけてほしいから話してほしい配信でって言われました。そういうのはさ、私買ったことがないから知らない情報だったので、教えてくださって本当に嬉しいですね。そういうのがあったら全然教えてください。いやだ、ちょっと遊んだ形跡が分かっちゃう。トメちゃんおはよう。そうね、大事なので皆さんお忘れなく。そして本当にありがとうございました。ほぼ一時で完売っていうぐらいの勢いだったので、はい、嬉しいね。おとめ朝からさ嬉しくて、乙女にニコニコしながら私目出てた。ね、乙女いつもと違うの分かった？乙女ちゃん嬉しかった。本当になんか現地でトーク会、握手会、ツーショット会、の完売も本当に大事なんですけど、オンラインも大事なので、そこも考えて多分買ってくださった方ももちろんいると思いますし、シンプルに私にオンライン上でね会うとか、サインが欲しい、手形が欲しい、抽選で当たったグッズが欲しいって言ってくださる方、思ってくださる方が以前よりも多くなって
ていうのが嬉しくて、ありがとうございますフ1時の時は私ファンの方のね、当たった落選したっていう報告見る限りね、全種類落選出たんですよ。そうなの、びっくりした。ありがとうございます、とても嬉しいです本当に。嬉しいね、おどめそうなの、びっくりした。サインは今まで落選したっていう方がいたのは知ってたんですけど、今回手形までもあると思わなくて、落選出たってびっくりした。はい、ありがとうございます。嬉しいね、乙女も飼い主が嬉しいことは嬉しいよね。ちょっと揺れすぎ乙女キラキラ、ありがとうございます。おいちゃん、おいちゃん、配信始めると起きちゃうからな、こっちに来てほしいなね。今日はなんで早くできたんだろう。特に理由はないな。手形と抽選外れた。ほら、手形がいるんですよ。それは本当に嬉しかった。ありがとうございます。ちょっと待って。隠せてないですね、しゆくちゃん。どっちだ？ちょっと今さ、暖房の風が強く出すぎてて匂いが全然来ない。匂いが来ない。どっちか。シルクは本当に隠せないからお花摘み。悪さではないですキラキラ、ありがとうございます。今日大人っぽい。なんでだろう、ストレートだからかな。あとメイクが薄いですストレートっていうだけでさ、やっぱ変わるよね雰囲気。最近さ、メイクさんに肌の乾燥、自分が思ってるよりひどいよって言われてお休みの日は極力本当にメイクしないであげてって言われたの。だから今日も配信する直前にメイク薄くしてて、だからこの配信も終わったらすぐメイク取ってお風呂入ります。自分ね、そう、乾燥肌だとあんま思ってなくて、冬だけだと思ってたの、ちょっとだけ。でもこの 1,2 年、猫と一緒に暮らしてるプラスコーンスネークのコアクちゃんと住むようになって、暖房をね常につけてる状態が多くなったんですよ。
その影響で顔の乾燥がすごくなりすぎちゃったらしくて、もうそれしか原因がないんですよ。コアクちゃんが悪いわけじゃないの、私の肌が悪いのと空気清浄機とかをちゃんとできてないから肌の負担が一気に来たって感じ。でも暖房が本当にすごい、やばいみたい。気をつけないと。だからみんなも本当に気をつけてください。爬虫類飼ってる飼ってない、まあいるとは思うんですけど、暖房で結構肌変わる。まあほとんどの方が飼ってないから。爬虫類、まあ犬猫飼ってる方もね、暖房は絶対つけると思うね、寒いからね。シルクもさもさだね、かわいい。シルクちゃん、この間爬虫類ショップ行ったら暑くて何時間もいられなかった。え、そう、超暑いよね、びっくりするぐらい暑い。私も深谷爬虫類館行った時結構暑くて、いつの間にかダウンジャケット脱いでたし、脱いでもずっと暑かった。匂いもこもってる感じで生き物の匂いがしてさ、私的にはすごい幸せ空間だった。暑さなんて関係ないぐらい集中して楽しんでました。暑いよね、気温、湿度大事。ちえこちゃん、かわいい。また行けるといいな。次はどこ行こう。今は水族館に今行きたいかもしれない。クラゲを見たくて。クラゲってすごい神秘的じゃん。で、見てるとなんか不思議な気分になるし、なんかじっとぼーっとできて、なんか余計なこと考えなくなりそうな気がする。水族館で一番好きな生き物何と言ったら私クラゲかもしれないね。近くだとそう、名古屋港水族館、まだ1回しか行ったことないかな。そう、行きたいんだよな。1回しか行ったことないからさ、まだ全然記憶がなくて、しかも数年前、3年ぐらい前に行ったがんで、ちょっと変わってそう、3年も経ってたら。行きたいな。水族館はやっぱキョッピーと行くしかないんで。土日混んでるの？え、何、ペンギン、あ、ペンギン見た気がする。でもそんなに長く入れなかった、結構人がいた気がする。平日行ったはずなんだけどな、前行った時。こんばんは、こんばんは、キラキラ、ありがとうございます。今日で318日目、ありがとうございます。トミちゃん、ゴロゴロ聞こえる ?2 匹分の。マイクの近くにはシルクがいるんですけど、
シューク。聞こえてる。毛がすごっ、ね、私ね、なんだっけ、つむじ、つむじってここら辺にあるじゃん、みんな大体は。私前髪の右側のこっちの部分があんまりうまく巻けないって前からずっと言ってるんですけど、言うこと聞かなくて、メイクさんですら苦戦してるのね、いつも申し訳ないんですけど。で先日いつもと違うメイクさんにね、こっち言うこと聞かないんですよって話をしたら、だってここにつむじあるからねって言われて、えみたいな。びっくりして、つむじ癖があるからねとはよく言われてたんですよ、ここに。えつむじみたいな。つむじってさ、人によってはいろんな場所にあるって言うじゃん。ここら辺にあるらしくて、えわかんないんだけど、言われても、これえって思うよね、普通に。場所が場所でさ、ちょっとさ悲しいよね。もうどこ、うん、本当にうまくいかないの。渦は巻いてないの、何にも。綺麗な直毛、直なんていうの、何にもない。びっくりしちゃった。まさかつむじだよって言われると思わなくて、っていうお話でした。やだ、本当にびっくりした。一瞬時止まってるね、普通に言われた時。こんなとこにつむじなんかあるわけないって思ってたし、びっくりしちゃった。こんばんは。私のつむじはここ。え、だいたいみんな頭のさ後ろてっぺんだよね、らへん。違う、私ここかも。です、びっくり。生え方が変だもん、ここだけ。おとめちゃんはないね。全部綺麗に生えてるよ、あなた。神、ありがとうございます。乙女はないね、シルクもないね。かわいいね、ありがとう。今さ、コメントしてくださった方の名前がパン屋でさ、気づいたんですけど、私最近ね YouTube でパン屋さん、パン職人の方の一日のルーティンみたいな、パン屋さんオープンするまでのパンの仕込みルーティンの動画を見るのハマってて。最近ダメだ、食べ物関連のなんか作るまでの過程ばっか見てる動画。クレープからのパン屋、もうすごいの、感動しちゃう。 YouTube でたまたま流れてきて見たらハマっちゃうぐらいずっと見ちゃうんですけど、仕込み、私早くて3時からとかかと思ったのね。まあその人それぞれだと思うんですけど、
パンの仕込み、その私が何人か見た中での一人は夜の11時からやってる人がいて、えって思ってだってそっからずっと仕込んでオープンして、で夜だいたいね6時7時8時8時までパン屋さんやって、閉店して片付けて、え寝てるみたいな、え寝てなくないって思ってびっくりして、寝てたとしてもさ絶対に 2,3 時間ぐらいしか寝れなくない？いや私には絶対できないと思って、すごいと思った。なんかそういう動画見た後ってさ、そういう手作りのパン屋さんに行っていっぱいパン買いたいなって思っちゃうでもそんなにさ近くにないから買えなくて、寝てる暇ないよね。えもうすごかった、手際いいし、あ、乙女なんか口開いてる乙女臭かった、なんかフレームに出てた、臭かったおトイレの匂いだと思う、シルクのかま自分よくやってる、ごめんパンの話からこんな話ごめんなさいいや本当にすごいパン屋さんいるかな、私のファンの方、SK ファンの方で、パン屋さんすごい。でも一度はさパン屋さんになってみたいって思うことない？私も一回はある。こんばんは、こんばんはパン屋さん。でも私将来の夢、ちっちゃい頃からウェイトレスとか、なんかそっち飲食店になりたかったんだよね。結局なってないけど、一度もアルバイトもない。パン屋さん、わ懐かしい、職業体験もやったね。パン屋じゃないけど、あすごい。私職業体験中学校の時行ったのは保育園でした友達と合わせて保育園にした。本当は動物行きたかったけどダメだよね仲いい友達と合わせたくて、そういうのダメだよな。まあでも結果楽しかったから保育園もよかった。でももし動物の関係する職場体験行けたとしても多分あんまりないよね。多分ペットショップとかぐらいしか選択肢なさそう。猫カフェその時代多分あんまりない気がする。ペットショップもね、まあトリマーは絶対ダメだな。だるま、ありがとうございます。え、かわいい、くまちゃんのサイリウムキラキラ、ね、牧場でも働いてみたいし。え獣医さんもね、ちっちゃい頃なりたいと思ったんだけど、
なんか弱くなった動物を見るのが悲しすぎる時期があって、すごく、そう、多分その時カブトムシをたくさん飼ってて、初めてめちゃくちゃ愛情を育てた子が亡くなった時期で、確かそう、怖くなった気がする。もちろん助けたいっていう気持ちはねあったんだけど、これを体験することが多いのかなってちっちゃいかったなりに多分考えてたと思う。獣医さんかっこいいよね。来世なりたいな、獣医さんに。今からはもう遅いのでいいよね。でも最近だとハッピーが体調悪くなった時は、自分が獣医だったらもっと早く気づけたのかなとか、助けられてた手段が何ともあったのかもしれないとは考えたね。悲しくなった。獣医さんなりたいな、来世。これ見えないか。猫かわいい、ありがとうございますそう、この間、昨日さ、鈴木さらちゃんあったって言ったじゃん。言ってダメだ、今日めっちゃ噛むんだけど、人と喋ってないからかあったって言ってたんですけど、合ってる名前。あ、そう、みんながよく言うサータン。初めて写真撮ってお話ししたら、私のショールームを見てるって言っててその理由が、猫ちゃん可愛い、猫ちゃん見てるよ、見てますって言ってくれて嬉しかったんだけど、でも恥ずかしくてそう、でも嬉しかった。乙女とシルク見られてるんだって、よかったねうんって言ったねよかったね。みんながさ、猫、高級そうな猫飼ってる12期のメンバーいるって教えてくれたの誰だっけ。2匹猫飼ってるって。私それさ、サラちゃんかと思って言ったら違いますって言われて申し訳ない、本当にワンちゃんだった。え、誰、何飼ってるって言ってたっけ。ベンガルだけ飼ってるの。え、誰か、あれ誰だ。キラキララブ、ありがとうございます。え、誰、本当にわかんないの。あ、かきれなちゃん、かきもとれなちゃん。え、昨日あったっけな、話してないわ昨日。あきれなちゃん、ありがとうちょっと調べよう、今度会った時見てみる、聞いてみよう、写真見せてみよう、もらおう。ダメだ、今日本当になんか喋れないなんでこんな喋れないの、本当に喋ってない今日。ほぼ初ショールームで第一声というか声出した
やばい。そう、ベンガル、トラ、トラ柄のようなかっこいい猫です。あ、合ってる。やっぱベンガルとロシアンブルーだって。ロシアンブルー懐かしい。うちも飼ってたことあるんですよ。そう、コンビニにも行ってない、行ってない。一生家にいた今日。あ、実家にいるんだ。見たい。絶対綺麗やな。かわいい。今度見せてみよう。ロシアンブルーって本当に綺麗だし、頭がいい。うちにいた子もすごく頭が良くて綺麗で、性格もすごく良かったですね。ロシアンブルーは短いですね、毛は。ハート、ありがとうございます。頑張ってる。え、まんまる。今日は早いんです、ごめんね。そんなに長くもやれないかもしれないです。そうそうだね、すごい。見える？後ろに行っちゃった。当分来ないです。動きが遅いですね。無理です。ハート、ありがとうございます。見てた。かわいい。かわいい。待って、かわいい。ちょっと紐が短くて届かない、あっちまで。かわいい、今のびっくりした。かわいい。逃げちゃうね、遊びたいのに。乙女は割と逃げずにずっと遊んでくれる。飼育行っちゃった。もう遊び気配ないです。
さっくんとこの猫ちゃんと同じ種類。どうだろう。何の種類ですか、さっくんの。未完全のさ、劇場でやった時動画見て種類言ってたはずなんだけど忘れちゃって、なんだっけ、めっちゃ可愛かった。短足じゃなかったっけ。ちなみにシルクはラグドールです。はい。なんだろう、忘れちゃった。シルクは何でも遊んでくれるから可愛いね。なんだろう、全然思い出せない。多分みんなもわかんないよね。キラキラありがとうございます。確かわかる。ノルウェージャン可愛い。でかいからね。どんぐらい高くなんだろう大人になって。オスとかメスよりもね絶対大きくなるから抱き心地良さそう。でもさっくんのブログ昔のとか見返したら出てきそうじゃない。絶対に家族紹介、ペット紹介してるはずだから、飼ってる人は。私も今までやったことあるし。レインボーさん、おしるこありがとうございます。かわいい。今日は何してたかな。なんか久しぶりにね、今日危ないよって思っちゃう。アニメとかドラマを見たくなって、アニメを見ようとしたんだけど、なんか見る気分になんかならなくて、見たい気持ちはあるんだけどなんか落ち着かなくて自分的にね。だからね、あれ見た、昔やってた 99.9 の映画かな、映画を見たの。面白かった。ドラマの方はね毎週見てたの、放送してた時は。映画は確か初めて見て面白かった。でもずっとつむつむやりながら見てたから、ちょっと内容が完璧に入ったわけじゃないけど、でも分かった、すごかった。つむつむとか異常にやりたい時来るの、なんか急に。本当はね龍が如くも勝手にやり始めたかったんですけど、まだソフトを買ってないので、そうね。めちゃん、ハートありがとうございます。トミンちゃん。そう、龍が如くのさやりたいっていうインスタのストーリーにあげたら、今まであんまりね返信とか反応してこなかったファンの方たちにさ反応してもらって嬉しかった。なんか僕今までやってました、一からやってました、何でも教えますとか、まさかサーヤがここに来るとは思わなかったっていう反応をもらえてなんか嬉しかった。そうだ、世代ではないんですけどね。あれ衝撃ぐらいなんだ、そんなに。
外なんだね。ギャップがあっていいってこと？嬉しいね。何でもさ、ギャップって嬉しくない？もしギャップあるのあるねってよく言われてた気がする。見た目がこれだからかな。イメージない。ハート、ありがとうございます。確かにな、パパの影響が強そう。ファンの方にさ、私の大好きな卒業された先輩みたいだねって言われたこともあった。あのインスタのストーリー載せたら。ああ確かになと思った。だって北斗の拳好きですもんね。私は龍が如く。まあ、系統は似てるっちゃ似てるのかな、そっちより。でも北斗の拳もね、パパ好きだったな。見たらハマっちゃいそう。私もポケモンとかの可愛い系のイメージが強かったか。そう、全然話違うんだけどさ、ボートレース琵琶湖の SK とかアイドルが出るライブがある日あったじゃないですか。あれ、そう、私ないんですよ。ボートレース部からは多分菅原さんと鎌田さんが出るんですけど、そう、出たかった、本当に出たかった。私さ、マネージャーさんに事前に言ってたの、ボートレース部これ関係あるんですかとか、もしあるない関係なかったら本当に出たいですとは言ってたんですけど、そう、出たかったんですけど、なんとその日、今日発表があった通り K2 公演です。だから K2 名一人もいないんだとも思ったし、そうだ、もう時間がない公演が2月3日あるんですよ。でももしその公演がなかったら出れたかってなった時、まあ出れてる確率は低いなとも思って、ちょっと悔しかったな。また今度ね、違うところでもあったらボートレース部6人でやりたいですね。そう、2月3日の時間がない公演はなんとチーム E からまたまた、まあ、メンバーは違うんですけど、ドンさんが初時間がない公演に出演してくれるんですよ。すごくない？チーム E から2月3日まで3人も出てくださるっていう、すごいよね。この間ほののさん、30日にミレイちゃんで、2月3日にドンさん、その前の急遽の日は里香穂さんもね、一部出演してくださったし、4人か。すごくない？ありがたい。でもみんな K2 のね、時間がない公演に出たいって言ってくださってるの、私も知ってるし聞いてるので、近くで。なんかそう思ってくださるの嬉しくない？私もチーム E 公演出たいとまずっと言ってるし、思ってるんだけど。そうなの、出たいよね。ドンさん嬉しいね。K2 の曲すごい好きって言ってくださってるから。何が好きって言ってたかな、この間エゴさんの卒業公演の時に、
リハでこの曲が見たいからこれしてほしいって言われてリハしたんですよ。それが多分僕らをつなぐものかな。あと君は未来に試されている、やった気がする。キラキラ、ありがとうございます。すごいよね。なんかさ、もう一回 K2 じゃない SK の3チームの公演と、まあ、鉄菜とこれからある制服の目公演、この5公演をさ、昔よくやってた公演実況、あれさ、もう一回やってほしいんですよ。個人的にめっちゃやってほしい。できないのかな。私1回ぐらいしかあれやったことなくて、研究生の時に確か鎌田さんとやったかな。懐かしいよね。もう一回やりたい、あれね。今度なんか言えるタイミングがあったら言ってみる。でもファンの方も楽しんでた方結構たくさんいるんじゃないかな。やりたいよね。いいです。ミコッティさんよくやってたの？くちゃい。くちゃいよ。でも上手だね、ちゃんとトイレにして。くちゃいよ、もうダメ。2匹分がたまりました。いつもはねすぐ撮ってるけど、ちょっと配信中なので、配信終わるまでちょっとあれです。鼻に、鼻付近に手を置いちゃう、自然と。だって私さ、トイレの砂をかき分ける音でよく起きるのね、朝方とか。すごくない？絶対そんなので起きるはずがないのに、猫のトイレ前とか吐く前絶対起きるの。それアラーム音だったら秒で起きる。本当にすごいよ。異変になんか察知するんだろうね、本の私のなんかセンサーが。すごいや。でもね、なんかこうやってさ数分いるとね、鼻が慣れちゃうんだよね。怖いよね、こういうのって。慣れて怖い。ハート、ありがとうございます。そう思うと本当でも偉いよな。トイレの形が変わってもちゃんとしてくれるし、場所が変わってもちゃんとしてくれるし、偉いわ、頭がいいわ。ハートありがとうございます。キラキラもありがとうございます。9時半過ぎた、早っ。今日は10時より前に終わりにします。あとちょっとだな、ね。キラキラ、ありがとうございます。明日何しよう。
あ、そう、忘れてないからねって言っておくんですけど、大富豪のさやってた合同ライブの公式ブログを上げるって言いながらずっと上げられてないじゃないですか。昨日も帰ってから結構メモのねブログの内容結構更新してたんですけど、まだ終わんなくて絶対に今週の土曜日までには上げたいと思ってます。その日がそうついに放送日なので、スカパーの方で楽しみだね。今週の土曜日です。でもそのブログもさ、私公式ブログじゃなくてアメブロにしようかなとも考えてて、いつでも誰でも見れるし、すぐに検索にも引っかかるので、なんかそこばっか考えすぎも良くないかなとも思うんですけど、ファンの方のコメントも見たいっていうのも第一に結構あって、アメブロかけるじゃないですか。だからアメブロにしようかなって今考えてます。いい？大丈夫かな。待って、でもアメブロどうやって更新すんだ待って、聞いてみよう。公用地フラグ以降してないので、私選抜に入るまでやらないって決めてたから忘れちゃった聞きます。まあ多分アメブロで更新します。ごめんね、なんかいっぱい変わっちゃってアメブロ更新したら毎回メールでも言うし、あの X に更新します。多分公式ブログ前みたいに毎日更新の方ではないので、多分通知がうるさくないと思うのでアメブロはそう、趣味とかのその話をすることを主に書くブログになるから、 X に更新しましたっていうポストはします。よろしくお願いします。レインボースター音符サリューありがとうございます。雰囲気変わった。今日はメイクちょい薄め、髪ストレートだからだと思う違うかな。久しぶりに見るよね。私も久しぶりにアメブロ見る。ありがとうみんな。よいしょ。トメちゃん、かわいいお顔。今日もふふ45分には終わりにします。今日の配信はシルクだ。シルクはちょっと今日まだブラッシングしてないからモサモサだわ。よいしょ。あ、ちょっとトメちゃん何してん、ちょっともうあなたは本当にモサモサあなたモサモサなの。あ、かわいい。え、あなたはこの毛系がすごいんだから。なんかフィルターがかかっちゃってるからさ、白いもやがかかってるみたい。シルク白すぎてだから結構さ、スレッズに載せる乙女シルクの写真は
本当リアルな質感が一番わかると思うので、本物の乙女シルクを感じたいとか見たいという方はスレッズをチェックしてください。私のスレッズであげる写真はさ、本当に色味、毛の色味だったり目の青い色とかもすごい濃くわかるので、かわいい。今日は何の写真載せようかな、まだ撮ってない。あ、撮ったわ。配信終わったら多分加工して載せます楽しみにしててね本当に素、多分配信で見てる乙女シルクとなんか顔違くないって思った方いると思う。本当に直接見た方が可愛いんですよこの子たち。ショールームなんかあんまり可愛さが伝わらない、悔しいそう悔しいのかわいい。ちょっとランキングを読みます。で、トーク会に連れて行きたいよ1位ハッピーさん、2位サッサン、3位クマちゃん、4位猫ちゃん、5位バツマルくん、6位カレーのバターさん、7位猫ちゃん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位猫ちゃん、11位。わあ、何これ、何これ、怪獣なんかのキャラクターか、恐竜私には恐竜に見える、恐竜ちゃんごめんなさい。12位猫ちゃん、13位白蛇ちゃん、ありがとうございました。今日も可愛い2匹との配信を見てくださってありがとうございましたチェック、ちょっと予定より早く終わるけどメール送ります、スレッズ更新しますハートありがとうございます、ありがとうございました。早いけどおやすみなさーい。しゅうこちゃん終わるよ。ちゅうくこっち見ません、ごめんなさい